2021年4月より放送中のバッケンレコード制作作品上乱。本動画シリーズでは上乱がどう作られているかをさまざまな視点から解説します。アニメの絵は一枚一枚が作画され、着色されたものが合成されて出来上がっています。上乱はどのように作画されたのでしょうか。作画手法はパソコンと液晶タブレットを使うデジタル作画と、従来の紙と鉛筆を使う紙作画の2種類に大別されます。状況に応じて使い分けられている2つの作画手法ですが、今回はデジタル作画に着目して解説します。デジタル作画には作画専用ソフトを使う必要があります。タツノコプロでは TB ペイントという作画ソフトを使っています。フランス製のこの作画ソフトは世界中で使われており、日本中でもデジタル作画に使用している制作会社は少なくありません。一般的なアニメ制作のフローはおおむね図のようになっていますが、上乱では TB ペイントを絵コンテから動画まで広い範囲で使用しました。 TB ペイントではユーザーが独自に機能を追加できるようになっており、タツノコプロでもこの4工程を意識したプログラムを多数開発使用しています。上乱の戦闘シーンで見られる筆のような作画も TB ペイントに独自のブラシを追加して作画しています。通常の原画、動画という工程を経た上で、動画線の上から一枚一枚手書きで専用に開発した筆ブラシで加筆し、筆タッチを実現しています。通常の作画工程より多く作画していることになります。動画の作業の中で工夫した点は線の強弱ですね。あまり大げさになりすぎないように自然な佇まいになるように工夫しました。刀を持って歩く場面がとても多かったんですよ。刀を持って歩く人がどういう風に手を振って歩くのかっていうのをすごく悩みながら描いた記憶が残ってます。いただいたカットの良さを筆タッチでどう引き出すかっていうのと、それを動画さんにどうお伝えしていくかっていうところですね。限られたスペースと時間で自分がこのカットにできることをできるだけ詰め込んで作業していかなきゃいけなかったので、そこはとても気力を使うところだったなと。虎に変化するキャラクターがわーっと押し寄せていくシーンだったりとかは、結構筆作家の力で盛り上げたところかなと思います。いかにこう生きた線をこう画面に出すかみたいなところって非常にやっぱ大きくて、で僕らはじゃあ線にどういう風なアプローチをできるだろうかっていう考えた時に、まあ、ちょっと今回の作品は和っぽいので、ちょっとその筆っぽいような処理をやったら躍動が出るんじゃないかなというふうに、やっぱ表現の課題みたいな、やっぱり作品作る時に何か課題を一つ設けて、それをちょっとクリアするみたいなことを今回やりたかったなと思ったので提案しました。上乱のデジタル作画についていかがでしたでしょうか。画面の一つ一つに注目してみると面白い発見があるかもしれません。